ばしご歓談をシートしないでほしい。しばしご歓談をなんか喋ってありがとうございます。はい、OK です。大丈夫でしょうか。それではお待たせしました。続いてのアーティストはめぐみさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。片上市から来ましためぐみと申します。アコパラは初参戦です。緊張してきました。オーディエンスが増えてびっくりなんですけど、今日私声かけしたお友達とかたくさん来てくれてとても嬉しいです。ありがとうございます。頑張れ。オリジナルを3曲ほど歌わせていただきます。1曲目、もう一人の自分という曲を歌わせていただきます。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。またこんな気持ちになる時間が増えて、忘れていたのに一人になると意味もなく考える、こんな日もあるって、次の曲はここ最近新しく作った曲で、
もうあのこういう弾き語りをする世界に入ってからいろんなことが私の中でありまして、すごいこう思ったことをその、うん、なんていうの、思ったことをそのまま歌詞にした感じですね、うん、新曲の一歩手前の曲です。なんて言ったらいいか分かんないけどね、そこにある奇跡という曲を作りました。聴いてください。
もらいたかったことだったんです。今思い出しました。そう、作った時に私の歌って手拍子できる歌少ないなと思って、手拍子のできる歌を作ろうと思って作った曲だったんですけど、言うのを忘れました。すみませんでした。はい、3曲目、次最後いい歌になりますけど、一番最近作った新しい新曲になります、あなたのようにという曲なんですけれども、ちょっと私の、お友達、とても大切なお友達がおりまして、その方に向けて作った曲になります。皆さんの大切な人を思って聴いていただけたらと思います。よろしくお願いします。あなたのように。好きだよ、切れない糸を強く。
100円引きです。ぜひお声掛けください。ありがとうございました。